電車枚数とかそういうところもこう気にせず使えるようになると非常にあの E マウント使っててハッピーだなっていうふうに思うのであなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビーそう純正いいんだよねだからさぜひさこれソニーさん見てたらさ この私の単独ライブを見てるとも思えないんだけどソニーさんがあの何だろう見て,見てくれてるのは知ってますよあのソニーさんのね中の人が何人か見てくれてあの体験会行った時も温かい声をかけていただいたのであのあの新しい機種が発売っていうか発表された時には見ていただいてると思うんだけど多分委員長の単独ライブで見てくれてたら非常に嬉しいんですけどもしもよろしかったら是非レンズをね ある程度サードパーティーのレンズもある程度開放していただいてあのー、ね連写枚数とかそういうところもこう気にせず使えるようになると非常にあの e マウント使っててハッピーだなっていうふうに思うので今後是非ねちょっとその辺のあのー、足かせをなくしていただいて純正でもサードパーティーでもなんか Z9 は Z, Z 系のレンズはタムの。 タムロンさんのレンズ使ってもその辺は関係ないなんて言っててだもしも今後分かんないよさっき一番最初 RF マウントもサードパーティーに開放するって言った時にシャッター数の制限があるかもしれないしもしかしたらないかもしれないもしもそういうことをサードパーティーのレンズをいち早くまあニコンはもうやってるっていう話なのでニコンキャノンがやったらじゃあソニーもそれに追随してぜひその辺のね 開放していただけたら嬉しいなと。うん、ね、そうすればサードパーティー使ってても嬉しいなってなりますよね。まあ、テレコンはまあしょうがないかなとは思う <laughs>、うん。テレコンはね。テレコンはしょうがないかなとは思うけども。えー、まあ、連写の制限はちょっと是非とも開放してほしいな。なまあ、持ってないけどね。10コマ以上取れる <laughs> レンズがないから。 まあだその辺が微妙なんだよ、ね、じゃあアルファン、アルファ,ァ93まあまあだけどその辺の人たちがじゃあ純正レンズを買うような人たちだからさじゃあわざわざサードパーティー、まあ、だけどサードパーティーのレンズを買わないっていうことはないんだけどそれでもやっぱそういうのがねちょっとね足かせになってるんだったらぜひねフル開放していただけるとね嬉しいななんてちょっと、うん、まさかのインナーズそれもねえなうん。 えー、28-200で満足ししてるののと35 50と35-150 7200GM2 が欲しいので買えません結局そ,そういうことだよ。他の欲しいレンズがあるのにここのところに便利ズームだからって言っていくら2828 28スタートで20万でも出せるのかっていうと俺はちょっとそこを我に変えるとこう冷静に考えるとちょっとそこは出せない。 そしたらもっと他の欲しいレンズがあるから先にそっち買っちゃうそれだったら28200のタモロンさんで十分この辺の焦点距離と写りをトレードオフした時に一番やっぱ活躍してくるかなっていうふうになっちゃうんだよね、うん、みんな軽さがいいなっていう人が多いねうん、うん、俺もそんな気がするな <laughs> 10万超えるかなうん10万前半のような気がする昨今のね金額事情を見ると。 残、えー、クレ高画素機だと使い切れないなるほどね安いもんね本当安いよねそう連射考えると純正ってなっちゃうから、うん、まあじゃあタムロンさんをさ今後ねタムロンさんがどういう考え方わからないけどそれこそプロ中のプロに使ってほしいっていうふうなことになった時に α1 とか α93 にも使ってほしいなって思い あの何の問題もなく使えるってことを考えた時連車とかって考えた時その辺のやっぱ連車が足かせになるんだったらぜひねソニーさんはサードパーティーにもねそういうところのこう開放していただいてまあテレコンもしてほしいんだけどもまあまあそれはなかなか難しいのは分かってるのでまあそこまでは言いませんよ。せめてうんその辺のね連車足かせはまあ個人的に持ってないけどうんそうすればやっぱ他社はやってるのにソニーだけやってないってなるとやっぱね寂しいですもんね。 はいそんなところかなすげえなインナーズームブリージング補正手振り補正26ももうそしたら GMD よもう, <laughs> もうなんかさ20万円超える時点でさまあ二6 0 0の時もそうだったけどさもう GMD いいんじゃねえとかなっちゃうよねもうね20万30万のレンズをさもうさ、まあ、G だ GM だっていうのも変な話なんだけど、うん、ねえ そうだからそうさっきね連射限られてくるからじゃあそういう人たちがタムロンのレンズを使うかって言ったらまあ使わないからまあそう考えたらみんな純正を買うだろうしじゃあ64とかああいう超高級レンズを使うってことになった時にまあかといってね望遠のレンズが出てないわけじゃないからねシグマに限っては6600 60タムロンさんに限っては155005400とかやっぱあの辺の5400なんか使えたらやっぱ便利かなって思うよ。 ソニーにないわけだからですね他の50スタートのレンズだからそう考えたらさやっぱ50スタートの5400あたりがさ10 15コマ以上20コマ30コマ出ればさそれに越したことはないじゃんやっぱうん、ね、はいまあね夢を膨らみますよまあちょっと現実的な感じですよね出そうな感じはしますはい